それよりも大事な話がある。あ、うちのテレスティアとエリックのところのシルクをもらってくれないか。もちろん正式な結婚は成人してからになるが、とりあえず今は婚約者としてじゃな。婚約者ってどうして？思い当たる節があるじゃろ、カインよ。記憶にないとは言わせないよ。だってお前は馬車の中では腕を組み、しかも未婚の女性と一緒に寝たそうじゃないか。そうなってしまっては他に嫁に出せないよね。それは私の意図ではなく、うちの娘じゃ不満だというのか。そういう意味じゃなくて。